せーの、パパラピースです。ボンバイヤー、ダンダダダンダダダダダ、あややボンバイヤー、ダンダダダダダ。なあ、ブラックピンク着替えるからやめてくれる？めっちゃ言うやん。朝起きて顔見たんけど、ブラックピンクに入りたいと思う。無理やから。見たことある、ブラックピンク。でもな、うん、そんな人事にも希望を与える商品が、私の手元にあります。本当ですか？はい。これはもしかしたら、ジンジンも、ブラックピンクなれるかもしれへん。っていうのがですね、今回やる企画なんですけど、今日はブラックピンクさんがモデルをやってるあのクルームっていうカラコンがあるんですよ。それがね、こちらのカラコンなんですけれども、こちらのカラコン全部で9種類あるんですけれども、カラオケの顔になれるカラコンと、あとちょっと個性のあるカラコンで、そのカラコンがちょっと気になったんで、あの今日はこのカラコンのね、全種類付け比べをしてみたいと思います。じゃあまずこのピンクの方からやっていきたいと思います、はい、じゃあまずムーンっていうカラーがあります、はい、はい、こちらは縁がないですね、縁がない色素が薄い茶色ブラウンですね、はい、こちらをまずつけていきたいと思います。はい、じゃあまず私の裸眼はこちらですね、うん、今裸眼です。はい、じゃあまずこちらのね、こういう色ですね、ちょっと見えにくいかもしれない。でこちらですね、すべてワンデーカラコンになっております。はい、つけました。お、すごいすごい。こっちがつけたカラーですね、ムーンをつけました。でこっちが裸眼でございます。すごいナチュラル、ナチュラルやけどハーフ顔っていう感じかな。結構ギャルじゃない？めっちゃなんかな、なんか今どきって感じ。はい、ということで2つつけました。これですね、こういう感じです。なんか目力がちょっと弱まるかも。なんかこれは、うん、ほんまに色素薄い系のメイクが好きな人はめっちゃいいと思う。これふわふわしてる感じだね。そうね、なんか柔らかい雰囲気になる。逆になんかハーフ系の目やねんけど、柔らかい雰囲気を持たせれるような感じ。わかる。じゃあ続いてですね、ブロッサムという色カラーですね、いきたいと思います。ちょっと縁がある感じの、こういう感じのピンク系のカラコンですね。はい、こちらつけましたね。こちらがブロッサムという色です。ちょっとカラコン入れな無理やねんけど、ナチュラルなカラコンを探してますっていう人やったらいいかも。うんうんうん。じゃあ両目つけますね。こんな感じです。いや、ほんまにナチュラルやな。ナチュラル。つけ心地はどうなの？つけ心地はめっちゃいい。あ、ほんま。うん、なんかフィット、んめっちゃ軽いって感じ。なんかフィットしてる。なんか目重たくならん。あ、ね、うん。で、これに関してはブロッサムやからちょっとピンクっぽい色なんですけど、目につけてしまったらピンクっていうイメージはない。でもね、ないよな、うん、はい、じゃあ続いていきます。リーフ、これはちょっと緑っぽい色です。あ、緑やな。グリーンですね。パンク、はい、こちら、わかりますかね。わー、わかるわ。ハーフカラコンって感じ、うんうん、なんか韓国メイクする子でとかでもこのカラコンやったらいいかもね。はい、両方つけました。こんな感じです。私オレンジ系のシャドウをよく使うから、オレンジ系のシャドウにはちょやっぱグリーンとかそういうカラコンが合うんかな。メイクによりけるってことかな、うん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 、はい、続いてカスタードというカラーいきたいと思います。美味しそう。美味しそうですね。食べてみる？うん。どう？これに関しては今までのつけてきたやつの中で一番ちゃんとした縁があります。これすごい目、目力。あの、これは裸眼を大きくする系やな、多分。確かに。なこれ、これめっちゃいいわ。じゃあ2つつけてみよう。うん、はい、2つつけてみます。はい、ということで両方つけてみました。うわ、はい、これはなんか裸眼がいいねんけど、裸眼を大きくしたい人用やわ、多分。ほんまに裸眼に見える。いいね。でも透明感があるから、なんかめっちゃ裸眼っていうような裸眼でも、ね、そうだね。だってそうそうそう、こっから見たらほんまに裸眼に見えるもん、うん、やばくない？めっちゃ裸眼に見える。裸眼ちょっと大きくしたいなぐらいの人やったら、このカスタードが一番いいかもしらん。ピンク系のパーフメになれるカラコンのシリーズはこれがラストです。ラストですね。はい、最後アクアですね。だからブルーですかね。お、これはめっちゃ好きや、私。マジだ。 めっちゃ好き。好きなの？かわいい。はい、こちらですね。わかるかな？めっちゃ好きです、私これ。色素薄い。これは、これぞハーフカラコンって感じ。一番奇抜な色が好きな人とかやったら、アクアが一番おすすめです、私は。はい、両方つけました。じゃじゃん。私のメイクとか的には、このカラコンが一番合うかな。続いてはですね、ちょっときらびやかな感じのカラコンたち4種類ですね。これはですね、大きさが変わりまして 14.5mm になります。そう、だからね、ちょっとギャルになる気がする。はい、ギャル、ギャルです。はい、じゃあ、モカ。終わらせたくないやつ、食いもん。セイオイルやないか、ひょんまに。つけましたけれどもですね、こちら 14.5 が右です、裸眼が左です。さあ、すごくない？両目をつけると、両目をつけると、ほんまや。はい、両目つけました。なんかめっちゃ可愛い顔になれる、これ。裸眼がブスすぎて、裸眼の隣だったらちょっとなんか裸眼がブス
てないで、いつもらがやねんから。当たり前やんか。ちげえよ、その人と一緒に並べたら。で、今ここ二つつけたらめっちゃ違和感ない。なんかこんな感じだよ、なんか。丸顔です、私。ぴょんみたいな。でも残念ながら、あの、技術はおもながっていうね。すいません。TikTok めっちゃ好きそう。なんたらなんたら始めるよ。超かわいい、なんたらなんたら。あ、すいません、続いてもいってもらっていいですか。みたいなやってそうな顔じゃない。続いていってもらっていいですか。すいません、失礼しました。すいません。高校生やったらこれぐらいが一番いいんじゃない。多分高校生に人気が、うん、なのは多分モカやと思う。続いて、スター。スターいきます。あー、すごいわ、これは。これはすごいわ。こういう感じです。これちょっと、つけなわからん。マジでつけてていいやつ。いいよ、つけて。あ、でもいける、全然いい。え、スターいいで。はい、スターこちらですね。スターはなんか見た目はちょっとやばいかなと思ったんですけど、割といけます。逆に優しい丸い感じの印象になるくない？なんかきつくなさそう、これやったら。この顔の女は多分、え、どうした？あ、全然そんなことない。あ、わかる。で、うん。あ、そうなんや、やば。みたいな喋り方。何のカラコンのレビュー言って。間違いない。こういう女は、女の話。でもイメージ大事やから。そう、イメージ大事だから。こういう女のイメージですよっていうから、ちょっと難しいからさ、いいの。じゃあ続いて、アッシュという色ですね。こちらはちょっとヤバそう。ギャルって感じかも。いけんな。でも全然大丈夫。なんか別にいけるわ。あんたの顔がすごい似合うんちゃう。全然いけます。あ、いいね。いけんな、これ。このカラコンはちょっと派手やから、なんかあの、つけまとかには合いそうなカラコン。ね。じゃあ続いてラストつけましょう。はい、続いて最後なんですけど、ちょっと読み方がわからない。これ、チャンペン、チャン、チャンパゲン、チャン、チャンパ、チャンパギュン。なんか、チャン、なんて読むの？ちょっとわからない。これも派手そうやな。多分今日出てきた人たちよりも一番派手になっちゃう。多分見た目はね、そうですね。つけたらわからんね。ちょっとギラギラな感じですね。うわぁ、すごいわ。あ、でもいけるわ。全然はい、つけてみましたけど、こちらです。すげえ。なんかすごいカラコンの柄は、けど別にまだ許容範囲内やね。ただなんか清楚系、髪の毛暗い人とかとか、いや多分ミニヤマ、割といい感じですね、全部。いいの。うん。はい、ということで全種類つけてみたんですけど、なんか全体的にナチュラルで、なんか漏れるやつばっかりやったよね。ね。なんかびっくりした、全然ちゃうかった、あの人が。そうね、なんかそれぞれ、まあやっぱ個性はあるわけやから、カラコン全部違うから、全部つけてんけど、なんかでも一番自分的に、あ、一番しっくりきたっていうのは 14.1mm の方のアクア、あの青っぽい色が一番しっくりきたかな。けどなんかつけてみて、え、意外といけるやんってなったのは最後のやつとか。 14.5mm は多分自分の顔的にヤバいと思ってんけど、全然つけてみたら割と馴染むし、うん、そんなボーンってカラコンだけ浮かへん感じ、全部、うん、あのギラギラちょっと気持ち悪い。はな、どうせ、いやせよ、ジンジムニだ。無理無理無理。あー、ちょ、まっそう、おっとけな、自分さ、おっとけと花とせしか知らんやろ。おっとけ可愛くな。